してた。邪魔なんだけど。いやー、ちょっと緊張をほぐしてあげようって思ってさ。そんなこといいから、じっとしてて。うわー。データ頼むから、ロールちゃん呼んで、早く。情けないなぁ、これ式のことで泣き入れるなんて。頑張れ頑張れ。こら、データ、ロックの邪魔してるな。ギギ、助かった。よいしょっと。順調順調。もうすぐおじいちゃんたちの船に追いつくと思うよ、ロック。やっぱり新しいエンジンは違うね。おかげで貯金なくなっちゃったけど。さあ、ロック。うん。あ、そうだ、データ。今日のやつ、準備お願い。オッケー、オッケー。ロック、ありがとう。え？さっきまで私、落ち込んでたじゃない？うん。もし大いなる遺産が見つかったらどうしようって、ちょっと怖くなってきて。怖くなるって？大いなる遺産を追いかけてたら、いつかお父さんやお母さんに会えるかなって旅してたんだけど、所詮自分を騙してただけだもん。本当は分かってたの、二人とも。もうこの世にはいないんだろうなって。でもね、うん、ロックに行こうって言われて思い出したんだよ。お母さんが昔、ディグアウターは最後の最後まで諦めちゃダメだって言ってたの。うん。お父さんやお母さん、それに大いなる遺産も、私まだ諦めないよ。大丈夫、絶対見つかるって。ね、ロック、おじいちゃんに追いついたらとりあえずどうしよっか。この子では禁断の地の暴風圏を突破できないから、特別な船が必要だと思うの。お父さんが昔書いた設計図にドロップシップっていうのがあって、それならあの島へ着陸できると思うんだけど。ちょっと似てると思ったんだけど、よく考えたらお母さんがあんなことするわけないよね。あの人は誰なんだろう。フラッター号を改造するのに結構お金かかっちゃって、ごめんね、ロックの装備全部売っちゃった。そうね、とりあえず向こうについてから考えよっか。ん？ロールちゃん、何か焦げ臭くない？ん？出た！見てくる！ロック、これ持ってって！ん？何これ？消火器、詳しいことは後で！うん、サポートお願い！消火器の使い方、わかる？お願い。私も念のために緊急消火装置直しとくから。ミッションスタート。
思っただけなのに。ロック、ありがとう。もうダメかと思ったよ。ミッションコンプリート。ロック、おじいちゃんたちの船に追いついた。謎の女性とリーバードの襲撃により船体は一部壊れてしまいましたが、傷はすでに修復され、いよいよ突入を待つのみとなりました。おっと、そろそろ準備が完了した模様です。いよいよサルファーボトム号、暴風圏に突入し、その下にある島を目指します。私を含め多くの報道陣は先ほどの襲撃により船から降り、距離を置いて見守っております。ミラー氏の冒険は果たして成功するのでしょうか。最終チェック完了しました。いつでも行けます。うん、では皆さん、覚悟はよろしいですかな。うちは体当たり取材が売りなんでね、あんな根性なしらと一緒にしねえでくれ。本当にやるんじゃな。ああ、すまん、これだけはな。ええ、こうなったらとことんやるしかないの。ありがとう。では行くぞ。メインエンジン点火。メインエンジン点火。目標島中心部発進。どうやら忠告を無視するつもりね。攻撃します。落としちゃダメよ。かしこまりました。ビライザーが効いてるわ。風の影響をほとんど感じないなんて、やるわね。上空から何か高速で接近します。迎撃用意。もう邪魔させないでくれたまえ。やばそうだね。ほっ、ドラ兵隊第一次戦闘態勢で待機。始めます。もっと引きつけるんだ。ガチャ。緊急消火装置作動。火災は鎮火。エンジン完全に破損。脱出用ポット、全部です。おお、なんてこった。ああ、やっちゃったわね。すみません。一時離脱します。すぐには落ちないと思うけど、面倒なことになっちゃったわ。じゃあ、あそこには入れない。近くの島に降りて対策を考えるしかないみたい。